旧神大義は、ベネズエラの政党。党のロゴでは、鏡文字を用いて、ラコーザ・アールと表記される。1971年、アルフレド・マネーロらによって結成された。当初ベネズエラ83を透明としていたが、1979年に、旧神大義へと改名した。マネーロは元、ベネズエラ共産党軍事部門のゲリラ指揮官で、 共産党を離れ社会主義運動の結成メンバーとなったものの民主集中性と前衛党路線を拒絶して労働者への権力以上と労働者民主主義を主張していた。1982年にマネイロが死去した後も党は労働者民主主義、労働者政府を政治目標として掲げ社会主義政党とみなされることを良しとしなかった。1990年代初頭。 急新大義は、左派の代替選択肢として対等し、1993年の大統領選挙で、アンドレス・ベラスケスの得票率は22%に達した。1994年以降、当初の草の根民主主義的な主張を放棄し、規制政党同様に議会内政治に軸足を移した。1997年に、党は分裂し、多数派は、 皆のための祖国を結成。旧進大義の分裂などによって生じた左派の政治的空白は、ウゴチャベス率いる第五共和国運動に食い込む余地を与えることになった。チャベス政権、ニコラス・マドゥロ政権には反対して民主統一会議に参加している。ありがとうございます。